篠崎さん。はい。今日の私、前と少し違うんですが、わかりますか？いつもと違うところ？篠崎さん、苦戦されてますね。ここは、わかりやすいヒントを。髪などの一部分の話ではなく、もっと体全体の話です。大きさに差？それってさらに成長したというのか？おお！